い、すいません、皆さん大変長くお待たせいたしました。これからですね、各競技の表彰に移ってまいります。さあ、表彰式の方ですね、神戸さんの岩倉市 PR 大使の伊予君も参加してくれてます。ありがとうございます。はい、それでは早速なんですけども、まず規定取り競技ベーシック部門の表彰からもらっていきたいと思います。参加者の方ですね、全員ステージ上へお上がりいただいてもよろしいでしょうか。はい、本日参加されました、規定取り組ベーシック部門の選手ですね、改めてステージ上までお願いいたします。そして、イオクのちょっと横に並ぶような感じで、ちょっと後ろ下がってもらっていいかな、ちょっと後ろ、この辺り、この辺り、暗幕のちょっと後ろに下がってください。暗幕の方にちょっと後ろ下がって、僕のところぐらいまで下がってもらってもいいですか。ちょっと後ろお願いします。くーちゃん、あと一人いらっしゃいませんか。はい、お願いします。はい、それではお待たせいたしました。北陸競技ベーシック部門の表彰、表彰発表の方に移ってまいります。発表する選手ですね、各小学生、中学生、高校生の第1位の方のみ発表いたします。それでは発表いたしましょう。クラウドエディープレゼンツジャパンジュニアヨーヨーコンテスト北陸競技ベーシック部門小学生の部第1位、合計得点25ポイント岩田祐希選手です。おめでとうございます。あ、岩田浩希選手、失礼しました、岩田浩希選手、おめでとうございます。そしてですね、今回同率で25ポイントもう一人いらっしゃいます、内橋すら選手、おめでとうございます。以上で同率1位となります。続きまして、クラウディティブレゼンツジャパンジニアヨーヨーコンテスト K トリックベーシック部門中学生の部、合計得点17ポイント大城大輝選手です。おめでとうございます。はい、それでは表彰に移ってまいります。失礼しました。もう一つですね、あと規定の競技、ベーシック総合優勝ですね、総合優勝ですが、トータルポイント25ポイント2名いらっしゃいます。岩田浩希選手、内橋聖選手、おめでとうございます。はい、それでは表彰に移ってまいります。矢田浩希選手、前お願いいたします。賞状クラウドネイティブ、クラウドネイティブプレゼンツ2019ジャパンジュニアヨーヨーコンテスト規定取り競技ベーシック部門小学生の優勝岩田浩希殿、おめでとうございます。はい、続きまして内橋空選手、前をお願いいたします。賞状クラウドネイティブプレゼンツ2019ジャパンジュニアヨーヨーコンテスト規定トリック競技ベーシック部門小学生の部優勝内橋空殿、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。続きまして大城大輝選手、前をお願いいたします。賞状クラウドネイティブプレゼンツ2019ジャパンジュニアヨーヨーコンテスト規定取り競技ベーシック部門中学生の部優勝大城大輝殿、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、はい、次は総合優勝の発表ですね。どうしよう、岩田浩希選手、前をお願いいたします。賞状クラウドネイティブプレゼンツ2019ジャパンジュニアヨーヨーコンテスト規定トリック競技ベーシック部門総合優勝岩田浩希殿、おめでとうございます。
おめでとうございます。続きまして内田紗羅選手、前をお願いいたします。賞状クラウドネイティブプレゼンツ2019ジャパンジュニアイワイルコンテストスケートリンク競技ベーシック部門総合優勝内橋紗羅殿、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあ続きまして、切り立ての方に移ってまいりますので皆さん前の方にお願いいたします。優勝した3名ご一緒に前にお願いいたします。はい、そうですね、その辺は全員入ります。はい、まずテストいきますので、皆さんリラックスどうぞ。はい。で、立ちます。はい。ちょっと今確認します。あ、ちょっと上からも無理してます。さあ、ただいま記念撮影中になりますが、続きましてですね、各 A 部門の表彰を行ってまいります。まず演技中ですね。2A、3A、4A、5A、1A の順にお呼びいたしますので、本日決勝進出した皆様は準備の方よろしくお願いいたします。3、2、1、はい、ちょっとお待ちください。こちらです。じゃあ次こちらお願いします。こっちお願いします。はい、行きます。OK です。はい、おっしゃる OK です。はい、ありがとうございます、はい、よろしいでしょうか。はい、皆さん、改めて本日拍手をお願いします。ご視聴ありがとうございました。